はい、やってきた。おい。リベルタードね。まだ何も見つかってない。ここのボスの顔も不明だけど、まあちょっと未確認地点チェックしたから、そっち行ってみよう。OK。未確認地点。ここにバイクが2つある。バイクを手に入れた。いや、ちょっと霧がかっててすんげえくらい 見づらい。ここはもうねあれだな。おっと、ここはもうあれだ、ユニだったよりはカルテル。カルテルの方が楽だ。サンタブランカはコカペーストを生成してコカインにするときこれか。オリオ製造には専門知識と有害な化学物質が大量に必要になる。現地の情報がほとんどないのよ。そこのカルテルの連中は全然表に出てこない。でも重要な科学者の一人かもしれないの。何としてでもそいつから情報を聞き出したい。まずは現場で少し引っかき回してみて。了解、すぐにやろう。オッケー。敵に関する動画は特に入ってきてないね。来てない。まだ情報を探んないとまだわかんない。どこ機密情報押してないのか、この辺ないな。まあ相手はカルテルだけど、難易度マックスだからね、結構小さい足音でも気づくやつだと思うよ。そうだな。走るのは最小限に抑えていこう。オッケー。これで全員だ。はい。あ、なんかある。あ、あるね。情報ちょっと左の3人からやっちゃおう。オッケー。なんか筋トレしてる。あ、本当だ。あ、筋トレ終わり早い。あ、やべやべやべ。あ、おい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 貴様撃ちすぎなんだおおおお、なんというスピーディーな。そう、スピーディーかつ迅、あ、スピーディーかつ迅速ってなんかかぶってる。何言ってでスピー、それを言うならスピーディーかつアグレッシブにじゃないの。いや、ほんと頭痛が痛いみたいな矛盾してることちょっと日本語がすごかった。こっちの3人やっちゃおう。 OK。 貴様らちょっと左にいるおりゃ。 OK。 これがスピーディーかつ迅速だ。よし、みんな無事か。おう、これはじゃあ反乱軍ミッションとか受け取れるやつか。ん、なん、ただの写真だったよ。あ、写真だった。写真っていうか、あ、なんかあのボイスレコーダー的なやつ。ああ、そういう情報。あれ、これ上どここっち。あ、これか、階段。ほう。輸送車を2台やられた。全区体物質なしでどうやって働けばいいんだ。俺にどうしろって。トラックの護衛を増やせばいいだろ。そんなこともできないのか。去年の事故以来部下が化学物質に近寄りたがらねえ。漏れた物質を浴びた奴らのことは今でも話題になってる。いいか、反乱軍が輸送車を襲い続ければ、しっかり捕まってろ。そうなれば絶対ラグリンガにその理由を聞かれる。ガンナー席くっそ揺れるんだよ。分かった分かった。なんとかしてなんかこの通信聞く限り、多分片っぽがここ仕切ってる人じゃない？おう。ここマップそんな広くないもんね。うん。そうだね。そのマップ自体は広くね。なんかちょっとカルテルいるんだけど。いいな。カルテルじゃない、ユニダットか。いや、ユニダット。避けちゃう。ちょっと木が多くないかい。あ、多いっていうか、もしかしてここまさか。お、何、またユニダット満載なの。ユニダット満載系な場所かも。降りよう降りよう。何、難易度マックスイコールユニダット満載かよ。そういうわけでもない。いやー、本当にユニダット満載だここ。
おまけに電波障害だ。何も見えない。あ、しかも重要情報、機密情報、偵察部隊。いい、あ、待って、これじゃよくわかんないな。監視とあるよ、走んないように。はい、待って、これ顔出したらすぐ敵じゃないよな。そういうわけじゃなさそう。またこれ塀に囲まれてんのか。そうだね。 OK、 偵察、偵察の場所指定が難しいんだよな。ドローンからできればいいんだけど、高いとこ行かない。この監視塔登れば楽じゃない。どっから入るかわからんか。いや、まあ、とりあえず適当にこの辺で。はい、反乱軍にエリアの偵察を要請した。塔にスナイパーがいる。おおお、あ、監視塔こっからやれる。オッケー、やるわ。オッケー、ナイス。モリソーダウン一人だ。タイヤが積まれてるあたりだ。あ、入り口あった。了解。ここか。あ、ドローンが使えないから電源の位置が分かんない。ちょっとまだ行くのやめようぜ。で、情報前の中何もいないで。本当に？うん、本当に。あ、じゃあちょっとね、その辺に本当にそのびっくりマークだけ取っちゃって、さっきの監視塔を登ってちょっと双眼鏡で周りを偵察してみるわ。オッケー。あ、スキルポイント反乱軍物資、あ、反乱軍にしようか。 SB の通信施設の位置が分かった。潰すぞ。ちょっと弾補充。 OK、 とりあえずちょっと向こうに行こう。うん、お、向こうだって。向こうに一人こっち来てない？いる？あ、来てる。あいつ、あいつ、あ、そっち行っちゃうのね。う、待って、モヤがあるからね。まだいると思われるだよな。まだ やるのやめて。監視と登ってサーチしまくるかな。ちょっとここは下から。うん、さて、あ、あった。ドローンジャマー、あれだ。反乱軍にエリアの偵察をするよう頼む。見つかんないな。兵士を確認。オッケー。支援基地の中だ。こっからじゃあのもや見つかんない。ここどっか上登れそうなところ。あ、武器ケース発見。ここマジで。おお、ちょっと先にいただいちゃおう。何だった？ちょっと待って、これなんだ。こんなのが欲しかった。お、あ、これディーグルじゃない？お、 D50 ってことは。おお、そうじゃん。そうだね。おお、おっしゃ。で、ジャマーがもう目と鼻の見えない。拠点の入り口付近だ。先なんだけど、ここドローン出せないもんな、まだ。邪魔がある。あ、でも俺 EMP 出せるのか。ちょっと待ってね。お、出せる。あー、待って、邪魔が強くてもしかしてそもそも飛ばせない。そういう。あー、ダメだ。ダメか。あの監視と、ちょっと待って。あ、いた。はい。なんかやってるの、あれ。ちょっとあれ手すりにヒットしそうだな、弾。うん。怖いな、あれ。ここ敵多いな。ヘリが来るぞ。うん。あ、ヘリ来る。オッケー、ちょっとやってみるわ。オッケー。と思ったら。待ってる。オッケー、やった。移動するかと思ったけど、セーフ。そこ2人いる、ね。あ、待て待て待て、ヘリだ。
あー輸送車護衛のヘリか。あーこのヘリ物資ではない、違う。あ、それ多分双眼鏡で見たら物資がわかる。違うわ。あ、違うね。まあとりあえず情報先にもらっちゃおう。 OK。 そろそろね、夜が明ける。うん、よし、 PC。 リベルタードにある全固体物質の保管場所の座標みたいだ。化学物質。化学物質。ここもう何もないのかな。なんか規模は機密情報があれ、うん、あるからまだなんかありそうな気がするんだけど。まあまあまあ回収系はね、最後に全部やるでしょ。いやでも最後にやるってなったらまたみんなリスポーンしちゃうから。ああ、そういう。ちょっと待ってね、さっきのテントの方に重装備が来てる。あ、本当だ。やばい。ちすぎ。オッケー。ちょっとここの3人がな。待って、あの監視塔にもいる、もしかして。いた。おお。もう一回手前の方に戻って、片っ端からやっていくか。オッケー。偵察使おう。反乱軍にエリアの偵察を要請した。邪魔ってさ、スイッチだったっけ。スイッチであるはず。スイッチあるわ、スイッチある。これ多分みんなテントの中だな。切れるんじゃね。行ってみるか。ちょっとテントの中見たいな。あ、寝てるわ。オッケー、切ってね、一回下がってドローンで調査しよう。オッケー、走るなよ。後ろ怖え。よし、ドローンゴー。ドローン展開。大丈夫そうだな。よし。ふう。あとはそうだな、電源装置。あ、あった。ある？こっちに発電機があるぞ。オッケー、壊すわ。おい。はい。これでよし。ん？よし。ついでにさ、そうだ、ドローンでなんか他に物あるか。ああ、見れるね。ある？テン。テントの中入れるの難しいけど。そろそろみんな起床タイムだ。起きてきてるな。ターゲット発見。これで15人だ。一人なんか離れてったからこいつやるか。おい、でもテント多すぎ。もう一人出てきたな。あ、もう一人いた。おっとっとっと、バレるバレる。おっとっとっと、下がれ下がれ。この重装備死体の方に向かっていく。他もと思ったら他の奴らも近づいていくのかこれ。もうちょっとこいつ右行ったところ。おう、オッケー。オッケー、ちょっとこいつ、あ、こいつよろしく。あ、そっちやる。あ、こっち2人来てる。よし、2人。おっ、オッケー。えい、すぐそこにいるな。オッケー、こいつ頼む。俺2番やる。ああ、オッケー。オッケー、自分のタイミングで撃っていいよ。はい。よし、まだ大丈夫だ。おお、あと、いや、すげえいるな、ここ。ほんとね。参っちゃうな。ああ、テント側結構薄くなってきてるから。降りるか。うん。こいつだろ。あ、いないな。
よし、オッケー。あとあの監視と監視と見えないな、見事に鉄骨に本当だ、ちょっと無理だな。いや直接あやれるね、やれる、あかん、追跡、お、やれてない、いいじゃん、やれてない、まだ大丈夫だ。まあまあ見つかってはいない。まだ警戒レベルだ。めっちゃそっち来てね。OK、見てみるわ。オッケー。でも電源落としてるから増援呼ばれないのかな。どうだろう。でもあと4人か。ちょっとあとちょっと。日陰カルテルのところ行ってあいつらヘリで全員ぶっ飛ばしてやりて。固くね、固くね。お？発見された。やったやった。オッケーオッケー。あと2人だ。あ、じゃあユニダットも通信機器がないと増援は増やせないのか。おめえ何迫撃砲に入れてんだ。は？ああ、びっくりした。あと一人。そいつだけ。オッケー。ナイス。うん。制圧一通り完了したけど、なんか結局、めぼしいもの。めぼしいものなかった。うん。はい。あ、これハインドじゃん？ほん？ハインドだ。よし、じゃあ情報回収していこう。そうだ、ライトやスイッチがたくさんある。なんかね、近くにカルテルのヘリが。どこだ、そっち。今チェックしたところにカルテルのヘリ。ちょっとこのヘリがね、どんなもんか試してみたいな。OK。 あれか、うん、撃てる？撃ってみる？撃っていいよ。あ、ミサイルはまっすぐ飛んでる感じか。おお。はい、ちょっと下にもいるぞ、撃て。ちょっと待って、そう、場所が悪い。 OK、 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 手前に下がるわ。いいぞいいぞいいぞ。やったか。まだいるっぽいぞ後ろ。どの辺？あ、位置が分かんないな。このね、今撃ってるところが目いっぱいした。オッケー。もうちょっかいはこんくらいにしとこう。ははは。 A 地点行こう。ここ、あ、カルテルだね。あ、ドローン出せる？あ、出してみる。あ、いけるいける。未確認拠点サンタフォー、スナイパーと。どう、この辺と結構いるな。あ、オッケー、よし、攻撃しちゃうぜ。あ、どっか行っちゃった。オッケーオッケー。ははね、ミサイルで援護するのはちょっと無理だな。まっすぐと行っちゃうもん。ちょっと方向転換。お、やべ、すげえフレームレート落ちてる。あ、警報鳴ってる。お、警報器はどっかにある。わかんねえ。どれだ、警報器、これか、違う。あ、なんかいる。いや、ミサイル撃てない、これ。
あ、この真下にあるのが警報器だ。あ、真下これだ。撃ってる撃ってる。オッケー、あ、ヘリ接近中、ヘリ接近中、ヘリ接近中、オッケーオッケー。バトルだ。オッケー、ナイス。撃て撃て撃て。あ、なんか嫌な音鳴ってるな。この機銃さ、命中精度クソ悪い。いや、そんなこと言ったら、そんなこと言ったらミサイルこれ出てくれないから。ちゃんと狙ってんのに、ね、当たんないんだよ。あ、降りろ。降りる降りる降りる。降りれねえ。降りれない。オッケーオッケー。オッケーオッケー。逃げる逃げる逃げる。よしよしよし。戦うぞ。いてててて。戦うぞ。さて、久しぶりのドンパチ。久しぶりのドンパチ。我々ステルスする気なかった。あダウンした。はい、こんばんは。そこなら大丈夫だ、ね、うん、ギリ隠れてる。よし、生き返る。後ろ、後ろね。あ、後ろ、後ろか。よし、やったやった。もう警報が切れてるからこっちのもんだ。やり放題。どこにいる、どこにいるんだ。後ろか。 あれか。おお、ちょっと待って、ヘリ発爆が。あ、違う、あれカカシだ。サブ外しちゃおうか。うん、もう外していいよね。やばいやばい、なんだなんだなんだ。あ、痛い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 。どこだ、ここか。あ、もう一人。この人たちアキンボ。おりゃなのか。どこだこれ、下から撃ってんの。いた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 。オッケー、あと一人。オッケー、モヤの方を制圧するわ。よし、オッケー、オッケー。せっかくだし傭兵かも。反乱軍に援護してくれるよう頼む。コピー、もうすぐだ。あ、いた。オリア、あ、まずい。どこにいる。退避。おお、そこか。おお、いた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 。びっくり。あ、反乱軍捕まってる。お、待って、機密情報あるじゃん。ここはイズコの地域ですか。ここはね、あ、ちょっと待って、敵が。あ、赤い人たち助けるよ。クリア、もう大丈夫。情報、ね、今探索してる地域はね、前のフロルデオールの武器回収は終わったから、その隣の同様の難易度のリベルタードに来てる。カルテルはビアビーガスという会社から全区隊物質を調達しているようだ。生成所長、ここは主に化学兵器関連なのか。まあ、なんかそんな感じで聞いてる感じだと。うん、よし、久々のゲリラだって。弾を補給したい。弾、あ、十分だ。オッケー。まだこの地域の武器情報わかんない。うん、ちょっとさっきやったけどね、なかったわ。そうか、ここの情報じゃ見つかんねえ。うん、我々はね、また懲りずに高難易度地域に来てるよ。でもここ終わったら南は全部制圧じゃね。そうだね、ちょっとラクルスに行ってみたい感もあるんだけどね、うん、ちょっとラクルスは保留しようか。保留か、最後に行く感じかな。うん、まあもしかしたら最後に行っても何もないかもしんないけど。よし、じゃあストーリーミッションの前にどんどん重要情報を集めていこう。